どうもプロボーラーの加藤です。いつもありがとうございます。今回は前回全日本用に上げたパワートルクジェットブラック2インチで上げたやつですね。はい、ブラックが完了しましたのでドリルし直しました。今回は5インチで開け直しました。どんな動きになるのかぜひ最後までご覧ください。詳しいのはこちらにレイアウト書いてあります。それでは早速1ゲーム投球します。いきます。はい、はい、パワートルクジェットブラック5インチいきます。はい、タップしましたが前回と比べて当然ピンの見える位置も奥になってからこうコロコロコロってなってますよね。はい、これをですね、まあ本当にさっき開けたばっかで練習数球しか投げてないので条件はこの間と一緒です。これをアジャストしていってこの間の点数より超えられるかどうかですね。はい、条件は以上です。こちらのレーンもデイリーメンテになっております。まあ、レーンの番号が違ったりするんですけど正確には分かりづらいかもしれませんが、でも皆さん前回の動き見てると思うので今回のこの5インチの動きがどう感じるのかご覧ください。いきます。三浦今天秤タップですね。アジャストしていきますよ。わお、すごい。5インチにしたことによってかなり奥からの反応が強くなってますよね。はい、イメージは今いい感じになってきてます。あれをうまくポケットに合わせて飛ばす。はい、いきますよ。はい、イージーミスしちゃうと点数超えられないですからね。はい、フレア前回あまり見えなかったと思うんですけど今回はまあちょっと薄いですけどねしっかり出ています。はい、プラグの跡もしっかりあります。さあ天ピン4番ピン次こそストライク。ちょっと出すぎ。わお、明らかにまあレイアウトが違うから当たり前なんですけど奥での食いつき相当良くなってますよね。はい、これがレイアウトの違いです。はい、まあ、もちろんこのレイアウトで、ね、全日本のショートで使えるかって言ったら使えないと思いますけど、ね、使えない2インチをいつまでも置いとくよりこうやって使えるボールに直した方がボールも喜ぶと思います。いきます。はい、奥での加速の仕方違いますよね。シューンって切れてきてるんでピンがよく飛びます。はい、やっぱ4インチから5インチぐらいのが気持ちがいいですね。はい、すごい。さあもう一度いきますよ。この PAP がどの辺からブレてるのか、またブレてからポケットに当たるまでどういう感じで転がっているかをご覧ください。惜しい、タップしちゃいました。タップしましたが明らかにこの間のレイアウトよりポケットつきやすそうですよね。いや、この間のもつきやすいんですけどこの間のは飛ぶイメージが全くなかったですからね。危ない、
はい、使い方なんですけど、やっぱ2インチちょっと使いづらかったので、こっちの5インチ、まあ4インチも良かったんですけどね、あえて今回ちょっと5インチにしてみました。はい、の方が曲がる感じがしっかりあるんでね。はい、ポケット当たった時のピンの飛び方が違いますよね。生きた感じでポケットに当たるのか、2インチで手前で早めにロールさせて終わりながら当たるのかで、まあ、ピンの飛びが全然違うので、はい、もちろん使い方なんですよ、使うレーン、使うコンディションなんですけど、パワートルクはやっぱそういう風に冒険させない方が良かったみたいです。明らかに今回のレイアウトの方が使いやすいです。ちょっと内側だよ、はい、走っても行きます。で最後ちゃんと曲がるんでピン飛びますよね。どんな感じですか？7フレ終わってダボダボ。この間確か190点でしたよね、190何点だったんで、もうこの時点でミスしなければと覚えます。そしてミスしなそうな感じですもんね。さあ、いきますよ。転がって、まあ、40フィートを超えた時からシュルシュルシュルってなるんで、ボールが曲がるっていうのが、あそこら辺から、ああ寄ってき方がすごいですよね。ちょっと喋りすぎて球持ちすぎちゃいましたね、集め、当然そのレイアウト、コアのアングルでどの辺でボールが転がるかが変わってくるんですけど、やっぱり、まあ、特殊なレイアウトは1個あれば、1個2個あれば十分かなって思います。はい、なので普段使いする場合、デイリーパターンとかであれば、もう4インチから5インチぐらいで十分なんじゃないかなと思います。さあ9フレ、惜しい。はい、返品もちろんタップしますけど、でもこの間の感じより飛びそうですよね。ちょっと合わせたら飛ばせられる感じがします。この間の2インチはジャスト薄め厚め全部ダメだったので、本当に本当にいいところに行かない限りボールの幅がなかったんですけど、今回の5インチのレイアウトの方がボールの幅は、はい、球本来の感じであるのかなと思います。さあ10フレ、はい、ポケット当たってからの食い込み方ですよね、それが一番違います。はい、ですので本当に皆さん投げるコンディションに合わせたレイアウト、ボール選びが重要だと思います。はい、さあ10フレ2投目いきます。はい、パワートルク、ジェット、ブラック。わお、惜しい。ちょっと内内で薄めでしたね。オイル使いすぎちゃいました。けど、当たらなかったですけど、夢がある。はい。はい、
ということでですね、パワートルクジェットブラック5インチで開け直したら、はい、同じデイリーコンディションです。210ピンですよね、はい、216ピンでした。本当にレーンコンディションに合わせたボール選び、レイアウトが重要だと思いますので、皆様冒険する前にドリラさんに相談した方がいいと思います。私が今回2インチ上げたのも自分でいい経験だったのに皆様に伝えられると思っていますので、失敗からの成功だと思っております。ということで、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。Thank you.